2023年の10月に決断迫られます。免税事業者のままで行った場合に取引先に対して請求書発行しますよね。取引先からしたら消費税の支払いが発生するわけですよ。今までだったら支払ったことにできてたんですけど、受け取る側が適格請求書発行事業者でない場合はこの10万円は取引先が納めてくださいねっていうルールです。免税事業者に払った消費税は認めませんよっていうのがインボイス制度の大きな目的なんですよ。国はこういうルールを変えることによって何がしたいのかって話なんですけど。